使徒ヨハネの手紙、愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を明かししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。神の御言葉。Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 福音によって神は私たちを召し出し、主イエス・キリストの栄光に預かる者としてくださった。Hallelujah, hallelujah, hallelujah.ルカによる福音。その時イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。
自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかし、あのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。主の御言葉。キリストに賛美。Thank you.